ポートランド90巡洋艦、ポートランド90巡洋艦、ポートランド90巡洋艦、ポルトランドクラスヘビークルーザースは、アメリカ海軍の巡洋艦の艦級。ワシントン軍縮条約の下で1930年に、軽巡洋艦 CL-33 として寄港された。しかし、ロンドン軍縮条約が締結され、艦首の類別を変更されたため、 条約型重巡洋艦として浸水した。アメリカ海軍が建造した初めての1万トン、超え重巡洋艦となった。ノーザンプトン級重巡洋艦、9000トンより、大型化され、排水量は1万トンを超えており、全長が伸びて環境が大型化された。兵装は同等であり、55口径8インチ3、連装砲3機と25口径5インチ単装8機を装備。 ノーザンプトン級で竣工後に撤去された魚雷発射艦は建造時から装備していない。外艦は非常にバランスの取れた艦になっているがトップヘビーによって復元性は悪化した。ポートランドは太平洋戦争の海戦と同時に名だたる海戦にことごとく参加した。初戦の三五回海海戦、ミッドウェイ海戦、南太平洋海戦などで日本海軍と戦い。 アメリカ海軍の心臓従順が実戦に配備されるに合わせ上陸火力支援部隊に加わって冷凍機械戦、沖縄戦に参加した。それに対しインディアナポリスは初戦から紹介警戒任務や当初攻略支援など比較的地味な支援任務に従事していたが沖縄戦で損傷した箇所の修理のため本国であるアメリカのメアーアイランドで修理を行い 修理完了後、原子爆弾の一部を戦線復帰のついでに輸送し、期間中に潜水艦以合第58潜水艦の来撃で撃沈された。原子爆弾の部品を輸送した直後に撃沈されたため、戦後になって裁判と合わせて真相が判明すると、日本でも官名の知名度は高まった。船体形状は全球に引き続き、単線主楼系船体である。 三連装砲塔で背負い式配置で2機、その背後に司令塔を組み込んだ環境を基部に持つ、開放型の三脚式の前、小柱が立つ。三脚章の背後に2本の煙突が立っているが、本級の期間は全級に引き続き、シフト配置を採用しているために、煙突の間は広く取られており、煙突の周りは、関西機の運用スペースとなっており、 カタパルトを片ンに1機ずつ、計2機配置した。関西機は2番煙突の基部についたクレーンにより、要集されるのは同じであるが、本級から2番煙突基部に水上規格納庫を設けられ水上偵察機4機を格納出た。広角法は格納庫の上部に直列で片原2機ずつ、計4機を配置された。2番煙突から、後ろは、 関西艇置き場となり簡便な三脚式の水雲の基部についたクレーンにより運用された。その背後に三連装砲塔一機が配置された。前球で問題となっていた高すぎる前後のマストは本級において高さが低められ、低くなった中部甲板とともに、船体の重心低下に貢献した。また、主砲制射時の爆風対策に、環境構造の密閉化が進められた。 本級の量波性能は改善されたが、一方で、細身の船体から来る復元性の不足と同様の、激しさから、概要での安定性に欠けるのは全球と同様で、主砲聖射時の散布界の増大は解決されなかった。また、中部甲板と後部甲板の高さ不足から来る、溶石不足が指摘されており、居住性不足は未解決のままであった。手法は引き続き、 マークス 920.3cm 砲を採用している。性能は重量 97.5kg の砲弾を最大行革41度で 29,130m まで届かせることができた。不養能力は行革41度、不角10度で旋回角度は船体守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は 毎分3から4発である。全球に引き続き、全種砲塔を3連装砲塔に統一しており、主要防御庁の短縮につながり防御重量の節約となった。広角砲は引き続き、12.7センチメートル、25口径広角砲を採用した。この砲は24.43キログラムの砲弾を、最大行角85度で、高度8352メートル。 対艦用として、行角45度で13,259メートルまで届かせる性能があった。旋回と不行は、電動と人力で行われ、左右方向に150度旋回でき、不行は、行角85度、深く15度で、発射速度は、毎分15から20発だった。これを炭素砲画で片原4機系8門を搭載した。他に、手法では、 対抗不能な相手への対処として 53.3cm、水上3連装魚雷発射艦が、片言1機ずつ、計2機装備された。後に、対空兵装の強化により 12.7cm 広角砲は、倍の8機8門に加え、40mm 機関砲、4連装4機から5機に 20mm 機銃22から26丁。 12.7mm 基重発兆が追加されたが、これの代償として、魚雷兵装は撤去された。前述の手法等搭載の変化による武装重量減少により、防御重量を増加することができた。これにより、本級の防御力は、さらなる強化が行われ、原則の推薦武装甲は、全級の 64mm から 76mm と強化されが、 甲板防御は2 5トルのままであった。弾薬庫防御は課題であるとされ、本級では逆に減圧され、減速9 5トルされたが、逆に圧らは5 1トルと強化された。耐水雷防御は全球と同じく弾薬庫の側面部のみ一層の燃料層で防御しているのみであったが、全球よりかは若干は区画再分化や浸水対策は進められていた。 本級の機関は全球と変わりなく、高温蒸気を使用する、ホワイトイコール、フォスター式重油潜傷水管管を発揮と、パーソンズ式、ギヤードタービン四機四軸推進で、最大出力十万七千馬力、速力二点5ノットをやけ試みで、発揮した。本級の機関配置は前述の、通りシフト配置方式で監視からボイラーに傷つ、収める、大人間室と、 第二管室の背後にタービン機関2機を収める第1機械室、水密隔壁を挟んで第3管室と第4管室の背後に第2機械室の順番で配置した。本球はオマハ球より継承されたシフト配置により前日の脆弱な水中防御を機関配置で補っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。